どうも、2001年10月26日生まれ、高橋奥斗ことワズモンでございます。今回は、最新版のキャラランキングということで、まあ、一応戦力6万超えてくから、ある程度の信憑性はあるかなといったところで、はい、まずこちら。これがティアランキングです。まあ、上から S。まあ、こいつらがいれば、今のところクエストは困んない。まあ、こいつらを優先的に育ててくださいっていうのが S。で、A。まあ、A にマキとイタドリ、いるけど、まあ、マキなんで東堂じゃなくてマキが A なのかっていうと、マキの方がね、結構火力が出るかな、安定的に。まあ強いんだけど、東堂も。まあ今のパンパレの環境は、なんかスタンも大事だけど、一応打つか。まあこんな感じ。まあハンマーナックル。はい。で、ベストフレンドがね、まあ結構、まあ、ぶっちゃけ強いよね。で、ベストフレンドが降下中の味方へ単体攻撃をした敵に、サクラン3ターン。確率 70%。 これ普通に強い。で、体術 70% ダメージ。まあこれはまあまあまあって感じだけど、まあでもマキの方がまあ別に今は別に火力出せるから全然で、まあ体術ダウン 33.3% もあるし、幻の火力枠として、まあ、高めに A に設定してるよみたいな感じ。まあイタドリもそうだね。他の4の属性のやつと比べたらオパンダより火力全然出せるし、まあナナミは、まあ、一応必殺全体攻撃とかあるんだけど、まあそれでも、まあイタドリの方が火力出るかな。だからこの S の4人に対して、このマキが、まあイタドリ入れてあげれば、まあまあまあ、本当に火力も困んないし、オートとかはまた別の話になってくるんだけど、まあ強いかなと。で、イエイリがいるのは、まあもう唯一無二の反転術式。まあこっから乙骨が出てくるから、まあちょっとどうなるかわかんないんだけど、今は火力で全部クエスト突破できるんだけど、もう火力じゃ超えれないってなった時に、まあ、順平の毒だったり、まあ、うまく引き付けだったり使って回復も必要だよっていう家入りの、まあ、需要が上がってくるかなっていうのもある。で、西宮もまあ普通にまあ強いんだけど、まあ、西宮普通にバフがある。で、自身に回避状態不要。まあ1回なんだけど、一旦1回なんだけど、まあまあまあ普通に強いし、まあ2ターン1回ってことでこれも重複可能。簡単にできるから、まあ普通に強い。で、一応スタンもある。58点。3レベだと 58% か。で、まあ一応こっちもスタンあるけど、まあ確率はそんな高くないけど、まあ普通に、まあ何でもできるよね。まあ今の環境なら普通に西宮も、まあ強いんじゃないかなと思ってますね。で、まあとにかく上のこの8体、この8体いたらもうクエスト困ることはもうほぼない。で、まあ周回のしやすさとか、だったら、ナナミンとかも、まあ普通に全体攻撃の必殺とかあるし、雑魚処理にはまあ強かったりするんだけど、この8体育っておきましょうって感じ。結構スキルのレベル上げとかも、あ、スキルのレベル上げの順番で話したら、こうだな、この順番だな。こいつは逆だね。この3体は上げてもいいと思う。トゲの R の性能が高すぎる。必殺ゲージ回復もあるし、で、味方ひダメージダウン。これ強いでしょ。で、スタンも、まあ普通に強い。ハゼロが、その、連携必殺の自身で味方か。に HP20% 回復もあるし、まあ、これも強い。ヤガマスミチよりはスキルのレベルを上げるならトゲかな。で、ヤガマスミチはぶっちゃけもう上げた方がいいのって、このバフと、こっちの呪骸大進撃ぐらいなんだけど、まあ一応こっちもね、被ダメージ 33.3% アップを2ターン付与っていうのがあるんだけど、まあでもバフが今後効かなくなってくる敵が多分出てくるから、まあそうなった時に価値が上がってくるのは、まあ順平の毒とか海輪のカウンター引き付け系とか、まあトゲの防御スタンとかなってくるから、ヤガよりはまあこの左3体のレベル上げしてた方が後々は楽になるんじゃないかなと思ってる。バフのレベル上げまくってもね、絶対いつか突破できなくなると思うから、いろんな呪いが出てきて、まあ、じゃあ体術全然入りませんとか、術式入りません、まあ反転術式は入るんだけどみたいな とかもう絶対出てくるから、まあそうなった時にやっぱバフより3体育てるのがまあ一番いいかなと思ってる。で、 B ランクなんだけど、急いで育てる必要はないっていう意味で B に入れてるけど、まあ別に全然弱くない。で、トゲも普通に強いんだけど、まあ砕けろ一応ね、被ダメージアップとかついたりするけど、で、まあ、これも強いんだよね、オートスキルの止まれ。まあ、味方一回死なないよっていうのもあるし、まあ、連携必殺も HP 回復もついてるし、強いっちゃ強いけど、まあ、今の環境的には別にそこまで必要じゃないかな。
まあ、ななみんもそう、ななみんも結構ね、使って育ってはいたけど、まあ別に、カーリフが出ないことはないんだけど、ぶっちゃけ。まあ、とはいえかな。とはいえね、まあまあまあ、まだ。まあ、周回用みたいなとこはある。ななみんに関しては。で、R の時まだ全然育ってなくて使ってないけど、ちょっと紹介したくて。必殺が、まあ強い。この必殺カウント2減少が、多分今後、なんか必要な時があるかもしんない。今後どう活躍するかわかんないけど、まあ十分使える可能性はあるかなと思ってるから一応 B ランクに入れて。まあこのコンベも普通に使い勝手いいかな。挑発もつけれて、カウンターもあって、カウンターのダメージもね、まあ術式 66% のダメージ、100% 分の、ダメージ 100% 分のカウンターダメージか。ミワノだと、こっちか。体術術式 65% の複合ダメージ 66% 分。まあ敵によるんだけど、まあ、術式系の敵に対しては結構ダメージ出せるカウンター打てるから、まあそういう意味でもまあ結構使えるんじゃないかなと思ってる今後。まあだから一応 B に入れてる。で、あと勇気が2つ S、あ、B ランクに入ってんだけど SR と R が。俺はね、使ったことないんだけど、まあ性能自体はいいから一応入れてるって感じ。まあ別に急いで育てる必要はないかな。呪力消費ゼロのやつでも、余ダメージ 15% ダウン。あって、でこれもね術式だけなんだけど被ダメージ 22.1% カットで、こっちは攻撃無効化で3ターン2回と、まあ、術式あと 15% アップ付与があるよっていう話で、スタンもこれ 80% あって4レベかな、4レベで 100% 超えるし、そんなに弱くないよね性能は。まあサポートキャラみたいな感じで、こいつの難点はここの術式被ダメージしかないから、まあ、体術には対応してない。今後のでもクエストによっては、まあ SR 勇気必要だよね、みたいのが出てくるかなと思ってる。で、R の勇気の方がなんか俺は万能かなと思ってるけど、単純に被ダメージ 25% ダウン。まあ一回きりだけど、まあそれがつけれるっていうのと、まあ自力支援が普通に強いかな。自分以外の味方全体に毎ターン、自力10、2ターンだから、まあ20回復できる。っていうのがシンプル強い。で、必殺技も強くて、味方全体に術式 64.8%。これバフもあるんだけど、まあだけどこういうサポートキャラでシンプルにスキルもバフ系だったりサポート系っていうのはまあ強いかなと思ってる。で、あと自身と連携必殺の相手に被ダメージ 20% ダウン。この連携必殺でもさらに自分の体勢、自分たちの体勢上げれるっていうのがついてるから、まあ R の勇気もまあ強いんじゃないかなとは思ってるかな。そうっすね、まあこんぐらいかな。まあ C に一応ね、 C に入れてる、まあパンダだったり、まあパンダはちょっともうぶっちゃけ D でもいいレベルカンストしてるから、その俺が言うんだから、まあこれマジで強くないパンダぶっちゃけで。まあナナミンの SR はここら辺のねバフ系のキャラと比べたら劣るけど、まあ一応バフもある。まあ自信バフがいらねえかなぐらい。まあ一応 D には潜ませてるかな。ね、伏黒くんに関しては今のところ俺はマジで強さがわかんない。まあ今後強いクエストが出るのかもしれんけど、まああんまかな。まあなんならね、ここ家入りもまだいらないまである。家入りなしで、とりあえず持ってる、ここの、マキとイタドリがいない人はここの3体どれか育ててあげて、まあおまけに余裕あんなら西宮育ててあげるみたいのができれば、本当に困んないかな今は。まあそんぐらいね、まあバフ環境だし、火力出る。やつが強えから、まあ、一旦はランク表で言ったらこうなるけど、まあ、今後、まあ、クエストだったりストーリーが増えていくにつれ SR トゲとか純平ミワちゃんの、まあ、需要が上がってくるんじゃないかなと思っております。まあ、あの戦力6万まではこんだけ考えとけば、あと課金すれば来れるんでいいかなと思います。まあ、ちょっと次の動画ぐらいで、まあ、キャラごとの階層だったりマジでこの階層強えわっていうの、まあ、一応全部持ってるし、まあ、トスレンダーとつってるから、まあ、紹介していこうかなと思うんで、まあ、そちらもぜひ見てください。それではありがとうございました。はーい、お疲れー。